林家たい平、円楽さんを身近に感じた瞬間明かす、常にどこかで見ていてくれている。落語家の林家たい平さん、58、が12日、東京、国立演芸場で行われた、六代目円楽を思い出す会、に、三遊亭小遊三さん、76、タレントの伊集院光さん、55、らと共に登場。インタビューで、たい平さんは2022年9月に亡くなった六代目三遊亭円楽さんを、身近に感じた瞬間を明かしました。円楽さんの追悼公演として、国立演芸場で開催された10月特別企画公演、六代目円楽を思い出す会。小遊三さんのほか、伊集院さん、たい平さん、桂竹門さん、三遊亭楽大さん、お笑いコンビ、戊辰、島川武秀さん、関淳さんが出演しました。演芸番組、笑点では、円楽さんの隣に座っていた、たい平さん、育ての師匠っていう風に思っているし、師匠であり、先輩であり、兄貴のような、僕にとっては大切な存在っていうか大先輩でした、と円楽さんへの思いを明かしました。また、円楽さんが亡くなってから1年が経っても、身近に感じた瞬間があったそうで、打ち上げの時、その季節にはいない大きなハエが僕のおでこに止まったり、鼻に止まったり、ずっと飛んでいるんです。あれ円楽師匠ですよ、この打ち上げに参加したい、ってすぐ気づいた、と振り返った、たい平さん。さらに、移動のバスでも、ハエが、僕の前のシートにずっと止まっていたんですよ、円楽師匠だと思って。だから常にどこかで見ていてくれているって感じがする、と驚きのエピソードを明かしました。